まあ、やってみてどうでした？全体的に僕の実力不足だなと。おお、しっかりして。リスニングの方ですね。リスニングはどうでしたか？スケを見れば分かるんですよ、その人が。夏期講習を外部生向けにもちょっとやってみようかなと。おはようございました、ぼちゅチャンネル。さあ、おはようございますね。はい、はい、おばあちゃん、どうも。はい、おばあちゃんですね。終わりました。はい、10時間配信、大変だった、辛かった、長かった本当に。いやー、すごいよく頑張りました。まあ、もうね、めちゃめちゃ編集してたけど動画、うん、さあ、そんな中ですね、おばさんどうだったのかっていうのをね、結果見ていきたいと思います。そしてね、やっぱりね、センター試験からさ、なくなって文法問題とか一切出なくなっちゃったんでね、困ったと。そりゃそれで、で、まあ配信中にはね、早稲田の問題解いたりもしたんですけど、やはりむずいと、いうのはよく分かったんでね、ちゃんと早稲号で私文法の授業やりますので、はい、宣伝ちゃんと入れとかなきゃいけないんで、はい、詳しくは動画の後半でそう、平さんちゃんと宣伝してくださいって言われてるんで小畑さんも受けますんでね。はい、はい、それじゃあ CM 果たしたところでどうだったのか見ていきたいと思います。このですね、はい、こちらをやりました。スパート模試ですね。はい、まあ、やってみてどうでした？全体的に僕の実力不足だなと、ね、痛感しました。そうですね、まあ、解説はすごく詳しいのでぜひ。本当におすすめです。はい、まあ、ただでさえ詳しかったんですけど、もっとここをこう書いてくれ、もっとここをこう書いてくれっていっぱいコメントしたので、これをこう説明して、ここをこう説明してってごめんなさいいっぱい要求して、はい、もっともっと詳しくやったので、なるべくあの感覚みたいなんじゃなくて説明してもらってますので、じゃあそれぞれ、はい、これは2022年の本試験と追試験入ってて、でプラスで、模試が3つ入ってるので、その3つの模試をやってもらいました。で、前のね、本の方はあの対策本になっております。はい、今回は模試本っていう形ですが、さあ行きましょう。じゃあどうだったのかですね。はい、リーディング、最初第1回が、68点ということですね。7割いかなかったということですね。まだまだ欲しいな。まだまだやっぱりこれじゃね。そして、2回目の方が55点。エンドースは、はい、ライブ配信中に私が解説した単語ですね、これね、はい、承認する、うん、だからでもアクセプトみたいな意味で覚えちゃダメですからね、ちゃんと語彙説明しましたね、はい、こうサポートするだけど、このなんかこの商品いいですよ宣伝したりとか、私はこの人を支持しますみたいなね、この選挙に出るこの人を支持しますとかっていう、そういう時になんか有名人が何かを公に宣伝する時のやつをエンドースっていうんです。だからただただサポートの意味ではないだんっていう話もしましたので、ぜひね、はい、ライブのアーカイブも見てください。で、第3回が51点ということで、全て下がっていったというですね、はい、おー、しっかりして。まあ引っ掛け結構ね作られてますんで、そちらをね分析しながら、だからまあやっぱり情報処理で難しくしてくるので、その情報処理に慣れていくっていうのは大事になりますので、やってください。はい、はい、ロスタロックが作ってますから、まあ、トイックの参考書の問題いっぱい作ってますし、さらには、まあ、非売品のね共通テストの、あの学校教材とかも作ってたりする人なんで分析してますね。それにさらにね、斉藤先生だったり岡崎先生もここをこうしてとかっていろいろ言って変わってるものになってます。ではリスニングの方ですね。リスニングはどうでしたか？まだまだです。やっぱまだまだですね。本当に1回目が54点、やっぱりね。そして第2回が63点。なるほどね。そして第3回が65点。すごい緩やかに上がってるんだけど、最後のが大文豪困ってないからね。大文豪全然その整理ができない情報の、うん、そうですね。やっぱこの辺はまだまだ痛いな。伸びしろ伸びしろ。でもまあ聞けてるのは聞けてるっていう感覚あるでしょ？あります、うん、そこ自信満々に言われてもあ、そうですね、皆さんぜひここ今出したと思うんでね、おばさんのちょっと丸とバツぐっちゃぐちゃなんで、彼ね、はい、見づらかったかもしれませんが、ぜひ買ってやってもらってですね、比べてみてください。どの程度できたかとかね、っていうのがあると思いますんで。だから聞けはするけど、ただ解けない。そうですね、やっぱり、うん、まだまだその辺のことをちゃんと解けるようにならないといけないですからね。あとね、頭に記憶しないといけないから、選択肢とか、うん、それができない、やっぱ厳しいですね。どうなの、やっぱりよく言うのはイメージしろって言うんだけど、場面をできない。あ、大門6はまあまあなんとなくできるなと思いました、うんうん、へえ、不思議だな。そういうのはやっぱ、あとはやっぱ雑さがねすごいあるっていうのは、まあ、今日すっごいよく分かったんで、僕いつもねこれ授業中に言うんだけど、
付けを見れば分かるんですよ、その人が雑か雑じゃないかなって一発で。だから今日ね、もうまあいろんなね、ご飯食べたりだとか、いろんなゴミがあったりとか、まあ散らかしたよね。まあ散らかしたよね、ここで。いやだから同じなんですよ、自分全く同じで、スペースがあればあるほど使っちゃう人っていうのは雑な人なんですよ。はい、でもすごかったもんね。物ブワーってあって片付けらんないっていうのはよくわかる。このそんなにこれをさ切っただけでぐっちゃぐちゃこれやっただけで2人ともぐちゃぐちゃ全然ちゃんと切れないっていうね。ただおばたほどそんなね切っただけでゴミがこんなにね出るなんてことはなかったけど、だこういう人たちってねマジで不利なんですよ、受験マークミスとかすごくしやすい人なんで、だ見直しとかちゃんとしないとやばい。まあだからほんと自分のトイックとかもそうなんで、そういう人間なんで相当不利な状況で自分はトイック受けてるので、やっぱりねきちんとした性格の人ってね満点保持者の中でもいるわけですよ。やっぱりきちんとしてる人、まずその人がやっぱちゃんと取ってくのね、トイックの満点はやっぱマークミスが目立っちゃうので不利なので、そういうこと、部屋片付けられない方ですね、見直しをするとかそういったことも意識しながらちゃんとやることをお勧めしますよ。いいですか。だからここからでも早稲田と戦うわけですから、はい、非常にレベルの高いものを戦っていくということですから、それができるように頑張っていっていくんですよ。ね、はい、じゃあどういった私のその早稲田の講座なのか、じゃあ平さんに説明してもらいます。外部性講座、早稲田と慶応ですねの問題だけ100問ってさ言われてたけど、まだ取り置いてないんで、あともう1個で分かるんだけど、もう200ぐらいってもうとっくに100過ぎてんだよね。まあそれぐらい大量の問題をやって、まあ早稲田と慶応用の解説になってるので、普段の動画よりは全然難しいレベルが高いことを喋ってるっていう感じになるんですけどね。はい、じゃあそちら平さんわざわざ CM のため撮ったんで見てください。はい、着替えました。こちらが S で、まあ、こっちが XL。 違う L と XL です、はい、どんだけ体格違いすぎるんだ。早稲田合格塾、うん、夏期講習を外部生向けにもちょっとやってみようかなということでやることにしました、はい、タイトルが総計文法問題100問組手。あなたの俺がやるんだ。あなたがやるの。早稲田の夏期講習でやってるのが、いわゆる1万ワーズ突破マラソンゼミなわけですよ、はいはい、ね、長文のやつをあっちでやってると。とはいっても総計も文法問題もまあちょろ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 いろいろあるわけで、うん、まあ、それの対策もちょっとやってみようと。しかもまとめて一気に面倒を見てやるぜみたいな、要は2学期から過去問とかを皆さんもやってったりするわけで、長文以外の分野に対してこう困らなくなっていくように請け負いますよということで、まあ、夏の仕上げに皆さんに受けていただきたい外部生向けの夏期講座になります。空所補充とか正誤問、正誤問題もあります。そうそう、単なる文法問題っていうことではなくて、やっぱ森田先生って授業を聞いてると分かるんだけど、もうちょこ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 大事なこと言うじゃないですか、はい、こう長文やってる時でもこの単語はこういうニュアンスで使われたりするから、うん、これ一語一訳的にこういう暗記をするだけじゃなくてこういうイメージを持っとくようにとか、うん、いわゆる知識系統の補強として文法問題とかそういうのをやりつつも長文とかでも役に立つような知識だったり、はいはいはい、頭の使い方だったりっていうものをこう聞いてくるような、そういう一台一台を今森田先生にチョイスしていただいておりますので、俺が選ぶんだ。そうそうそう、おめの企画なんだから、ね、なんでこう文法問題解きつつこう英語の理解そのものがぐって深まっていくような、そういう講座になるように仕組んでありますんで、単なる文法の講座だと思わないでください、うん、もう英語そのものの理解がぐってこう森鉄の世界に近づいていけるような、そういうなんか森鉄とシンクロしていけるような世界観の、そういう講座になると思っていただけたらと思います。シンクロするんだ。だから余すことなくこういろんなことを伝えていっていただきたいな。今まで外部生向けってやったことがないのでね、初めてやる形ですからね、はい、あります。総計だと英語長文とかだと割とこうどこの予備校行ってもそれなりにこう対策とかってしてくれてる部分ってあるんだけど、うん、長文以外の分野に関してこう我々が担いますっていうような、うん、そういう講義になればいいなと思っております。全5回の講義になっております、はい、で皆さんは内容に、ね、そうですね、講座の、お申し込み方法は早稲田合格塾のホームページの方にここ概要欄貼っておきますんで、あとコメント欄の一番上にも固定しておきますんで、そちら見ていただきたいと思います。そちらの方に特設ページを設けておりますので、そちらを見ていただいて、これが講義の詳細なのねみたいな感じで思っていただけたらと思います。金額の方が税込み3万3000円になります。これによってね、私の生活は全て決まる。そうですね、でも過言ではない。以上になります。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching.